えー、こんにちは、吉田さん。まあ、日々少しずつ変化をさせていくってことは大事ですよね。で、ここで捉え違いをする人が多いんではないかなってことをちょっと今回はね、お話していきたいと思いますけども、日々少しずつ変化をさせるってことは、日々少しずつの成果しか出ないってことだとも言えるんですよ。で、その少しの変化の成果ですか、成果を出すためには、結構最初はね、膨大な作業が必要だと思います。あのー、やっぱり、 プロでもない限りちょびっとやってたくさんの成果ってことになんないんですよ。ちょびっとやってちょびっとの成果ってこともないです。だいたい100やって1出るかどうかってことが初心者レベルじゃないかなと思いますよね。だから最初ブログを一生懸命書いてもやったほどにはアクセス集まんないんですよ。さあ当たり前ですよね。だって SEO も入ってないし、キーワードも入れ込めないし、それから認知度も低いし、作業も遅いし、うんまあいろんな問題があってライティングの問題とかあってね。 やっぱり最初に何か行動したところでそんな目覚ましい成果は出ないですよね。だからたくさんやってちょっとの変化なんですよ。ね。この日々少しずつ変化していくことしかないよと。日々少しずつやっていくしかないよっていうことを聞くと、あ、日々ちょっとでいいんだって勘違いしちゃうでしょ。でも違うんですよ。100やって1ぐらいなんですよ。最初のうちは。ってことなんですよね。で、慣れていくと50ぐらいやって1の成果が出るようになるんですよ。 しまいには、1やって1の成果が出るようになって、1やって10の成果が出るようになる。これはもうプロのレベルです。だから、最初からね、ちょっとの作業でいいよってことじゃないんですよ。まあ、例えばね、こうやって私が吉谷さんとの動画のやり取りしてます。それを見て、自分との動画のリレーをやってくださいみたいな感じのね、人もいるんですよ。で、私もいいですよって感じで動画のリレーしますけども、私と吉谷さんは1日1回、2回の動画の キャッチボールじゃなくてやっぱり多い時はね10回とか20回とかに及ぶんですよまあある時はね30回40回みたいな時もありましたけどね、えー、そう考えていくと、うん、稼げるようになってもこのぐらいのことはね一日に、あのー、4本5本時には10本みたいなのは当たり前なんですよでしかも他のこともあってですからねこれだけやってるわけじゃないんですよ他のこともあって吉田さんとのこのプロモーションでも何でもないような動画のやり取りしてるってことなんですよ でもそれを見て憧れて自分も動画頑張るぞっていう人は一日一本やるのが精一杯とかね、うん、で一日二本とかはないんですよ、うん、それじゃあ全然全然変化しないですよ、うん、ただやったことに対しては、うん、大きな一歩だねっていうふうに称賛を送りますけども大きな一歩が大きな成果を出すことにはならないんですよねだから最初は大きな一歩をたくさんやってくださいってことなんですよそう聞くとうんざりするでしょでもだってそれしかないわけですから、うん、例えばね 初心者 OK とか言って、これからマイク・タイソンの立つリングに上がって、じゃあ練習時間ね、慣れてないんで1日に10分しました。できない時はやりませんでしたって人が勝てますかってことなんですよ。プロでも毎日トレーニングするんですよ。で、毎日トレーニングしてプロというレベルに立っているから、例えばね、1週間バガンスやってトレーニングをそんなにやりませんでしたって言っても、リングに立てば100戦100勝はできるんですよ。でもさすがにプロと言える人でも、 1> 1年とか2年休んじゃゃううと、もう体はブヨブヨヨになっちゃうんですよね。で、私はビジネス的にはまだまだできるんですけどもただ毎日やってるわけではないです毎日自分の体に染みついたビジネスが浮き出てくることがあって売り上げがポンポン立つことはありますけどもそれでもね毎日セールスをしてた頃とは全然比べものにならないくらいビジネスの力っていうのは停滞してますよね落ちたとは言いませんけども停滞してますその代わり毎日やってるのは投資です 投資っていうのはほっといてお金がボンボンボン,ボン入ってくるということだけをまあ想像しがちなんですけども私は少なくとも FX の相場解説毎日やってもう6年になるわけですよこの FX の相場解説のこの熟練度っていうのは増してきてしかも利益を出し続けているんですよね最初の年こそ出せませんでしたたくさんやって全然あのマイナスでしたたくさんやったんだけども損してたんですよでも今一1日に5分10分やるだけできちんと利益をね 今週なんて全利益ですからね。そういうことができるようになるんですよ。だから、まとめますと、少しずつの変化を求めるなら、その少しずつの変化に対して作業量は膨大ですよっていうのが初心者の意気です。プロになってくると、ちょびっとやっただけでちゃんと成果が出ますし、なんならやってなくても、ビジネス的には利益を出したりね、できるわけなんですよ。うん。だからね、その辺を取ら違いをしないようにした方がいいかなと思います。これが初心者の勘違いってやつかなと思います。 えそして自分で初心者って思うのはいいんですけども私は初心者ですなんて表現はしない方がいいと思いますそれはね初心者を狙ったビジネスっていうのがあるからなんですよインスタグラムとかやってると株で儲かりましたバイナリーオプションでどうこうみたいなね自慢げなダイレクトメッセージを頼んでもないのに送ってくる人いるでしょ素人ですこの人たち <laughs> プロは別にそんなことしなくても向こうから来るわけですよだから待ってるだけでよくなるわけですよねで素人に限って 出大体いいね、いまだにね、これ個人的な話になりますけども、いまだにね、私のところにね、FX の自動バイバイツールのセールスをしてくる人がいるんですよ、急に。あの、なんですか、フェイスブックとかで。まあ、アホかと。<laughs> 相手も,も,のもの見て、いえという感じですよね。だそれこそね、あの、その街のチンピラがマイク・タイソンに試合を申し込んでくれるようなもんなんですよ。しかもマイク・タイソンが、 まあ元プロボクサーってことも知らずにね「おお何か変なおっさんいるぞー」ってったお前ふっかけてやるか」みたいな感じですよね。<laughs> 相手にもしてくれないですよね「おい坊主黙っときゃ」と「もうい,い,やいいよいいよもう分かったお前は強いよ」みたいな感じでね。い <laughs> ってらっしゃい。